日本外史は、江戸時代後期に、内山陽が表した国史の史書。源平二史から徳川島での武家製水史で、すべて漢文体で記述されている。文政十年、山陽と交流があった元老中主座の松平、佐田信に献上され、2年後に大阪の秋田屋など3書店共同で、全22巻が刊行された。明治以後、 日本語口語体に訳された本も数社から刊行されている。幕末から明治にかけて最も多く読まれた歴史書である。前漢の芝千が表した四季の定裁に習い、仏家十三史の聖水を家別人物中心に記述している。二十代だった完成十二年、脱藩後の遊兵中に書き、方面後に遂行を重ねて、文政九年に完成させた。 全22巻12冊。平安時代末期の現氏、平氏の争いから始まり、北条氏、楠木氏、新田氏、足利氏、毛利氏、後北条氏、武田氏、上杉氏、小田氏、豊臣氏、徳川氏までの諸氏の歴史を、武家の工房を中心に、家計ごとに分割されて書かれている。なお、徳川氏は、同時代の十大将軍、家春の知性まで扱うが、後半部は、 人事の記述が主となっている。山陽の死後、弟子の岡田鴨里が日本外資法、著作、編集、刊行した。ただし、山陽による序文、判例に相当する霊言が掲載されるようになったのは、現時元年が最初である。歴史交渉は、不正確で議論に偏りがあり、死書というよりは歴史物語である。しかし、独特の主観と、 ダイナミックな表現で幕末の尊能上位運動に与えた影響は甚大であった。また、五書、九義、二十三作にあたる政治経済論の新作は、広島在住時の文化元年に完成したが、後これを開講し、通義とした。天皇中心の歴史書、日本正義は、三木に相当し、没後門人の石川和助が、三様の意向を構成して、世に出した。 伊藤博文、近藤勇の愛読書であったことでも知られる。来採用的な歴史観、国家観は、幕末から、維新、戦前の日本に大きな影響を及ぼした。武家の時代史であるが、史実に関しては、先行書資料との齟齬が多く、専門の学者たちからは観光当初から散々に批判された。文語の著者、ホアシバンリは、ライとやらぬ書いた書物は、 文体は俗っぽく、かつは衆だらけで、文法的に間違いが多いのはもちろん、交渉は図んで、議論も公平でなく、味噌めの蓋にしか使えないと、その文体、文法、交渉、議論の内容すべてを酷評している。もっともホア氏は、本場中国の漢文についても、古代のものを重んじ、中世以降のものを軽んじる立場であった。また実際には、彼の文章は、 文法的にミスが多かったわけではなく、根幹ではしっかりとした生息古典中国語の文法を踏まえているが、語法、語彙レベルで日本語の影響が見られることが問題にされた。これは日本外資が日本のことを扱っているため、朝鮮や越南において地元のことを扱った古典中国語文書同様、その地独自の用語や概念はそのまま用いるほかなかったことが理由とされている。 また、文体画俗っぽいという批判については、安岡礼美波が漢字をあまり知らない、武人作りでも読めて内容をつかめると高く叩いた,たように、その平面さを評価する声もある。文体、文法の問題については、1875年に、新国で日本外史が出版された時、当地の文人たちからも、左伝や四季に習った風格のある、優れた文章であると称賛されている。 また浜野誠一郎は、山陽の自筆の霊言、特に大子則に、徳川氏が今日の太平局勢の地をもたらした経緯を記したとする、山陽自身の説明があったにもかかわらず、この部分が世に出ることがなかったために幕末において、誤読され続け、山陽の執筆意図と無関係な尊能上位や、むしろ大局にある、東幕論が生み出されたとする。そして、が世に出た、 明治以降も日本外史が江戸幕府用語の歴史書であることが意図的に無視されてきたとしている。ありがとうございます。